ですね、特殊メイクと俳優さんの関係っていうのは結構意外に結びついてるっていう。そう、うん、あの特殊メイクってやっぱメイクではあるんで、こう一番俳優に近い、俳優さんに近い、うん、技術分野なんですよね、うん、映画の中で。やっぱり一番触るじゃないですか、はい、顔も、はい、で俳優さんからすると、例えばちょっとした傷とか、うん、腫れてる、殴られた後の腫れたメイクとかも、うん、俳優さんの顔そのものですよね、うんうん、はいはい、で俳優さんからすると普段の顔は自分で責任取れるじゃないですか、うん、どう表情するとか、はい、でもそれになんかつけられると、うん、要はそれを、まあ、それとしてやらなきゃなんないわけですよね、うん、そうすると俳優さんもやっぱりメイクっていうのは、特殊メイクとかメイクっていうのはやっぱりこう気にするっていうか、うん、この時こういう風なうん、メイクされると、要は演技もまあ変わるわけですよね、うん、痛い顔しなきゃならないとか、うん、はいはいはい、そういう感じで、だから僕 の認識ではやっぱりこう他の照明とか撮影の方っていうのは当日みたいな感じはあると思うんですけど、うん、でもメイクはどっちかっていうと俳優さんともっと緊密に、うん、このシーンはどういう感情表現にするかというような感じで、うん、まあ、監督も当然意向入るにしても、でも俳優さんが結構、まあ、やるわけですよね、はい、その時にこういう演技みたいなものが、うん、でやっぱその時にこうそのメイクっていう風なものが俳優さんの演技のこう助けになるっていうか、リアリズムの助けになるっていう、血を一つ乗せるにしてもやっぱり結局なんていうか責任じゃないですけど、こう、まあ、最終結果として出るのは俳優さんなんで、それは俳優さんからしてもメイクアップっていうのはものすごく重要で、でまあ特殊メイクの話で言えば、昔ディック・スミスが、はい、小さな巨人っていう映画があるんですよ、はい、1969年、うん、ちょっと68年か69年、猿の惑星と同じ時期なんですけど、うん、まだジョン・チェンバー、さっき言ったジョン・チェンバースとディック・スミス の2つの方向性が、はいはいはい、ハリウッドにはあったと、特殊メイクの、うんうん、でそのちょうどその時に猿の惑星をジョン・チェンバースが出した時に、地味なんですけど、うん、ディック・スミスはその小さな巨人っていう、リトル・ビッグマンっていう映画で、110歳のになる老人のメイクを初めて、うん、要は出したんですね、うん、すごく。でそれをやった役者さんがダスティン・ホフマン、うん、でダスティン・ホフマンは その時にまあ、やって演技したわけですけど、ある程度まあ、ディック・スミスさんがインタビューで語ってるんですけど、ある時に20年ぐらい経ってからその映画から、はい、20年かな、15年ぐらいかな、分かんないけど、ダスティン・ホフマンから、手紙が来て、はい、印税の10% は君のため、君の分だから。おお。振り込み先を教えてくれみたいな。おお。要はなんでかっていうと、あの時の顔は君のが作ったじゃん。ああ、そういうことなんですね。っていう。スティーブ・ホフマン、いい話になっちゃう。まあ、いい話だけど、でも本当なんですよね。だからそういう、すごいですね。そうそう。だから、そういう、特殊メイクアップアーティストが、その顔を作ったっていう、その時の顔を作ったのはあなただからっていう感じで、その、自分の印税は、その部分は、払いたいっていう。すごいですね。うん、だからそんなあれもあって、結局、顔を作るっていう部分もあるんですよね。うん、その場合はもう完全に、全部覆ってましたから。あ、そっか。うん、だから、やっぱりそこの部分でお金を自分がもらうのはちょっと、動きは確かにこんな老人の顔演技をしてますけど、やっぱもし、側はもう完全に。側は完全にでしたから、もう少しも残ってないぐらい。もう完全に。あ、なるほど。アマデウスのあたりのメイクはやっぱ結構残ってるんですよね、はい、部分的に。生かしつつちょっと。生かしつつっていうメイクもあるんですよね。はいはい、でも、ダスティン・ホフマンのその小さな巨人のメイクは、やっぱり本当に全部覆ってた感じなんで。うん、
あのまあでもね、あの例えばマスクで、うん、マスクって映画あるじゃないですか、あジムキャリーの、はい、あれであの緑の方になった時の、はい、あれは似たようなもんなんですけど、うん、でもグレッグキャノンってあれ方なんですけどね、うんはい、あのメイクをやったのが、はい、緑の、でも払ったっていうね効かないねみたいな、まあ別にだからこれは好意的な問題なんだろうね、好意、まあの話で、まあ、普通じゃなかったら払わない、払わないんでしょうね。まあ、自分の演技だろ、あれは、みたいな。緑のあれも、やっぱこう、こんな風にやって、やったから、メイクが生きたんだって。でも、あれも完全に、すべて覆ってますよね。歯まで含めて。目も、歯も。歯も耳も。完全にグレッグ・キャノンの作品ですけどね。ああ、でもジム・キャリーの顔はちゃんと分かるみたいな、うん、まあそうですよ、そうです、そうです、そうです、うん、あ基本的にやっぱ生かさなきゃダメなんですよね、うん、あ全然別にしちゃうと、別にそう、でもそれのすごいのが、あのレジェンドって映画があるんですよ、はい、でレジェンドってこういうあの角がねガーって生えた、あのもう本当にあの全く俳優さんと違うようなあの顔なんですね、うん、でそのあれがあまるっきり悪魔ですね。でも俺もこの写真しかずっとこの写真をもうずっと見てきて、はいはい、である時に、はい、後から、はい、この中の人ですか、中の人ティム・キャリーって、ね、はい、ティム・キャリーって人の顔を見たら、はいはいはい、そっくりって、これもうもうもうだからやっぱりそれをあれ活かしてただけで、あ分かるわって、あこの顔なんていうかそのままあれだなっていうのが分かって、あでもやっぱそういうのすごいなと思いましたね。ちゃんと活かしつつここまで変えるっていう、あの技っていうか、あのイーストウィックの魔女たちで、はい、ジャック・ニコルソンが最後、はい、悪魔になるんですけど、悪魔からなんかあの本性を表すんですけど、うんうん、それなんかもう本当にロブ・ボーティンが作ったんですけど、あの 悪魔っていうかそのジャック・ニコルソンの顔ならこうなるなみたいな、はい、うん、非常にあのいい感じの、顔を生かして、うん、なおかつ異質にするっていうのをやってましたよね、うん、ああいうのは醍醐味ですよね。やっぱりまた変えちゃうのっていうのはその結構楽なんですよ、うん、その生かさないっていうか、はい、その要は乗っけちゃえばいいわけですから、はい、だけど俳優さんの良さを生かしつつ、はい、さらに異質なものに変えるっていうなった時にはやっぱすごい面白いですよね、はい、メイクってやっぱりその俳優さんの顔がありきなんで、うん、本当にいい顔の人がなんていうかメイクアップされればよりいい作になって、普通の顔の人がメイクされれば普通の作になるっていう、うん、もうそれはだからそういう点で俳優との関わりっていうのはめちゃくちゃありますよね。だから僕からすればやっぱり顔を選びたいですよね。やる俳優さんの顔を選べたらいいですよね、はい、この時にはこういうこの人が絶対に合うっていう、だそれはやっぱりそういうゾンビ映画でちょっと前にやったゾンビ映画でもうやっぱりそういうことができて、やっぱりあの監督がまあ選んだ人なんですけど、はい、とはいっても自分の意向もう反対って、やっぱあれなんかそうですね。あれポスターの方ですか。あポスター。レインフォーザーデッド。アメアガイの。あの人。この人はイカリア長介にすごい似てます、ね。いややっぱなんかベテランのあのああいう俳優さんなんですよ。そうなんですか。やっぱああいう方がゾンビやると、はい、なんていうかこう重厚なものになりますよね。もう顔が語るじゃないですか、はいはいはい、でああいうのがやっぱり理想ですね。どうしてもゾンビとか、はい、そういうエキストラ的なあれってなんか誰でもやれるっていうか、はい、って思われがちじゃないですか。特にゾンビなんてだから本当にバブ以前はもう誰でもやる感、はい、まあ、よく言うのはメイクアップルームに入ってきた人をメイクするっていう、うん、トム・ザ・ビーニが書いてるんですけど、まあ、英語で書いてるんですけど、要は本当に メイクルームに入ってきた人間は片っ端からメイクしたってとにかくそれが誰だろうが、うん、子供だろうが家に上がった女片っ端からやっていたしたんだ全員ゾンビにしちゃうみたいな。いやでもそういうとこあるんですよ、うん、だから本当に監督にもメイクしちゃうみたいな、分かんないから分かんなきゃさしちゃうみたいなあれがあって、うん、この人だったんだみたいな、
なんかだからあれですね、エルム街の悪夢のそのフレディだったりとか、うんうん、その、何でしょう、ピンヘッド、エル・レイさん、はい、ピンヘッドとか、ああいうのもやっぱり役者さんの顔生かしてますよね。ね、ただエルム街の悪夢の1はまだ生かしてないんですよね。はい、かなりわからないですね。うん、ロバート・イングランドがいっぱいやってるんですけど、はい、ロバート・イングランドっぽくないんですよね。うん、でやっぱ2でケビン・エーガーさんっていう、ケビン・エーガーっていう人がメイクをもう1はデビッド・ミラーっていう方がやってて、はい、で2から変えたんですよ、はい、まあ変えたっていうか多分忙しかったから、はい、若手っていうか、はい、すげえその人も24ぐらいですから、はい、ケビン・イエーガーで若手になったんですね。で安かったんでしょうね。でそしたらやっぱりロバート・イングランドの顔にできるだけ近づける、はい、メイクを作ったんですよね。でそれが結局エルム街の悪夢の一番有名な顔に、うん、後にでその人が2、3、4ってやるんですよ、はい、で5でまたデビッド・ミラー戻ってくるんですけど、はい、やっぱりケビン・エーガーがいいですね。やっぱりその 5なんていうかこう1はうんみたいなで2、3、4はいいよくて、でまたデビッド・ミラーになるとうんっていうやっぱりそれはありますよね。そのぐらいやっぱりそのケビン・エーガー作ったメイキャップ像っていう、ね、ちょっと面白いのがあって一つ、はい、エルム街の悪夢 の、はい、パンフレット、はい、当時、はい、エルム1ですね、はい、1が公開された時のものなんですけど、まあ、この時代も SFX の時代なんで、はい、まあ、こうですね。デビッド・ミラー特殊メイク1ページです、はい1ページで紹介されたわけですね、はい、でこの人デビッド・ミラーじゃないです、ケビン・エーガーです、でこれもエルム街の悪夢2の写真です、だから間違っちゃってるんですよ。1ページ全部間違ってる、これだけ間違うっていうのもすごいなって、はい、うん、両方とも完全にファンゴリアっていうアメリカの雑誌がありまして、はいはいはい、そこからのまた撮りですね。でこの写真もこの写真もそのなんてオリジナルがファンゴリアありますよね。僕持ってるんですけど、あ、こっから撮ったんだなってすんごいミスですねこれでもこの時代のパンフレットっていうか、やっぱり SFX のこの80年代の、はい、時代ってすごいやっぱり本当に適当というか、おおらかというか、ゆるいというか、でみんな山師が多くて、向こうからこう半券買ってきて、いやね、いい感じに打ち合おうみたいな、東方東亜的な感じ、ギャンブルみたいな、ギャンブルみたいな、で当てたらわやったみたいな、なんか多くて、そんな1個ですね、このパンフレット、まあ、ある方が関わってるんですけど、有名な、あんまり言えない、あまり言わないいやネットで検索するといっぱい出てくるんですけどね、バブル の、 そのレンタルビデオバブルの、はいはい、その時代をこうある意味詐欺師みたいな感じで駆け抜けた人一人がいまして、その人の話読んだことありますか、うん、そうそうですよ、そうです、 あの人すごい有名なあの方です、あの方が関わってます、はい、だからその人の特徴なんですよね。すごいやっぱ言葉っていうか、そういう感じで面白くはするんですよ。やっぱおばんば考えた人ですか。あれですよね、与沢翼みたいな人ですよね。今で言うと与沢翼みたいな。はいはい。ちょっとこう、そう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 。まあでもね、本当にそういう人がいたから映画が面白かったっていう部分もなっていう話もあるし、やっぱりバタリアンの方がいいですよね。リターンオブザリビングデッド。ああ。うん、やっぱバタリアンって名前をちゃんとつける人はすごいなすごいですね、すごいですよね。ドクドクとか、ドクドクモンスターのドクドクつけた人誰なんだろうって、うん、もうそういう人本体じゃないですか、うん、宮崎駿とかで一緒で、そうですね、やっぱりもうすごいとしか言いようがないし、やっぱりもっと評価されてもいいと思いますよね、うん、確かに。ドクドクはもうちょっと動かしがたい面白さはありますよね。そうですよね。ドクドクで何年持ってんだっていうぐらい、ドクドクでいろいろやってますよね。またなんか、トロマンも、ドクドクを公開してましたしね。新しいドクドクが。そうでやろうとしてるとかいう。役者さんで、もう関わってるって、ロン・チーニーの
1920年代からもそういう人はいたっていうか、そうですね、あのメイク自分の顔を出さないですね、はい、で顔とにかくあのそう怪奇役者って言って、あのロン・チャーニーっていう人がやっぱりすごい有名、あの有名というか第一人者で、まあ、あのボリス・カーロフさんってあのフランケンシュタインの、うん、まあ、そういう顔してるんですけど、あれもあの僕らが知ってるフランケンシュタインのあの顔、そうです、ね、あれはあれはどっちかというとボリス・カーロフなんですよ、ね、あのボリス・カーロフの顔なんですよ、あのボリス・カーロフにこういうのつけたからこうなんかそういう顔になって、あの要はここを取り外すとボリス・カーロフなんですあの買ったばっかりの消しゴムみたいな玉をつけてる、だからすごいあれもすごい例で、まあでもああいう形で本当のボリス・カーロフの顔ってみんな知らないわけですよ、うん、フランケンシュタインの顔しか知らないじゃないですか、はい、と同じでロン・チャーニーっていう方もやっぱり千の顔を持つ男って言われたぐらいで、毎回あの狼男になったりあのオペラ座の怪人になったり、でとにかく自分であの時代はメイクしてたらしいんですよ。でそのまあ、舞台俳優さんと一緒ですよね、自分で本当に熊取り描いたり、ああなるほど、っていう感じで自分でメイクしてこんな感じでどうみたいな感じでやったんだと思うんですよね。でやっぱりそういうあのこう本当に本人の顔を知らないでメイクだあのメイクの顔だけが有名になってるっていう人はやっぱり結構あの結構ではないですけど特殊メイクのやっぱ歴史の中ではあのこう世代ごとにはい、いらっしゃるんです、ね、いるんですよね。でやっぱ最近ではロン・パールマンって、はい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 、あの本あの今はもう結構あのパシフィックリムで出てましたけど、ね、あのエイリアン4とかもね で出てますよね。だからもうあの顔みんな知ってるとは思うんですけど、でもあの80年代のロン・パールマンは、とにかくそういう感じでメイクの顔でしたね。メイクでしか出てこない人っていう、中の人っていう、中の人っていう、もともとあの人類創生っていう原始人の役がかなり最初の頃 で、はいはい、でその時もまあ原始人のメイク、まあでも原始人みたいな顔してそうそうそ う, そ う, そうだからまさにあの結構だからあの主役級でした、はい、やっぱり。でまあそうあの本当に原始人みたいな顔なんですけど、でビューティー&ビーストっていうあの何でしたっけ、美女と野獣のテレビシリーズがあったんですよ、はい、で百何十話ってあるんですけど、あれなんかそのなんとかシーズンっていうあのシーズンが結構あったみたいで、はいはい、それでも一回も顔出ないですからね。だからずっとこのビーストの顔だから、でもみんな顔はだからロン・パールマンなんだけど、ロン・パールマン誰っていうか、多分ロン・パールマン歩いててもわからないっていう、でそうちょっと前まだ今は顔みんな知ってるかもしれないですけど、ヘルボーイが、ヘルボーイもそうです ね、 そうですよね、あれもまだメイクしてるからまだわからないっていう、だからあの人こそまさに現代のロン・チャーニーで、ああいう感じだったんですよ昔も。だからものすごい知的なあのジェントルらしいですね。なんか本国でドキュメンタリー番組とかこう、教養のある人がこう、司会をする番組に出たりとか、はい、でも今はもういい顔してますよね。やっぱ役者さんってあのやっぱ35ぐらい超えると顔ができてくるんですよね。で今のもう本当久しぶりにパシフィックリムでロン・パールマン見たんですけど、もう本当いい顔ですよね。全然昔はもうあの時にあのビューティー&ベストの時にその美女と野獣のテレビシリーズの時に、はい、あのロン・パールマンのマネージャーさんが、リック・ベイカーがメイクするじゃないですか、はい、してメイクしてまあ、ロン・パールマンやたらマネージャーが喜んだって言うんですよね、でリック・ベイカーにやたら感謝、よくやってくれたって、あのロン・パールマンこんなかっこよく見たの初めてだってもう完全にこれはそうあのこれなら売れるってマネージャーさんが大喜びだったっていう、本当に本当にだまあそういうこともあって、やっぱりいかにだからあの時そのなんていうかそういうセックスシンボルじゃないですけど、なんかあの要は女性受けしないっていう部分の顔でマネージャーさんもいろいろ悩んでたんだっていう、でやっぱでも実際にあの美女と野獣やってロン・パールマンやっぱり売れますから、それは本当にあの時のあの顔っていうのはかなりメイクで追ってたんですけど、でも確かにかっこいいですよね。その顔って見たことあります？ないです。あ、かっこいい。まあ若いですよね、なんとなく輪郭が。おお、これなんかライオン丸っぽい。ライオン丸っぽいですね。やっぱり
確かなんかこう元王様現ライオンみたいな感じで、すごいかっこいいですね。やっぱりでも本当ライオンをベースにしたメイクっていうのは初めてみたいで、さすがリック・ベイカーですよ、ね、確かにロン・パールマンに見えなくもないし、すごいいいですね。そうですね、このやっぱり俳優役もあのリック・ベイカーが、はい、推薦して決まったんですよね。やっぱりこの人メイクの経験があの人類創生であったんで、うん、やっぱりリック・ベイカーとかメイクアップアーティストが一番気にするのはこの毎日3時間メイクにその早く他の女優とか俳優さんからよりも3時間ぐらい前に来て、そっか、そうですね、そうなんですよ。それをなおかつメイクされてそれも毎日で、シリーズ化したらば、まあ、何年も。そっか。で、それを耐えられる、いや、途中で嫌って言われたらたまらんって。ああ、ですね、うん。9時に撮影スタートだったら6時に入んないですね。そういうことですよね。それ今も普通にメイクアップってありますからね。本当、そういうことも耐えられて、要はメイクのこと分かってる人、うん、ちゃんと分かってる人を、で、なおかつこの人なら絶対にやれるっていう人が、うん、やっぱりリック・ベイカーが推薦したのがロン・パールマンだったんですよね。本当ロバート・イングランドもそうで、やっぱりこうメイク、あれも毎日フレディのメイクしなきゃならないんで、うん、はいはい、そういう部分でや、ロバート・イングランドの凄さってのありますよね、うん、ちゃんとそういう部分も分かってて、うん、こうやってるっていうか、すごい楽しんでるみたいなとこありましたからね、うん、だからそういうところってロバート・イングランドのなんかまたそこも哲学的なあれなんですけど、要は俳優とは何ぞやみたいなのの話になっちゃってなんですけど、結局俳優ってただ演技するんじゃなくてそのメイクも含めてるんですよね、うん、メイクに耐えられるっていうかメイクを分かってるかとか、そういう部分の俳優の力も特殊メイクアップアーティストからすると大事で、だからそういう俳優さんってやっぱりいることはいるんで、そういう人っていうのは大事にしたいっていうかされますよね。あの人は僕らが推薦したいって、この例えば狼男のシーンがあったらこの人にやってもらいたいっていう、この人は絶対うまくやるからって言って、なおかつそのコンタクトすぐ入れたり、その演技もうまいっていうか、その狼の演技とか、そのもっと狼男の演技とかなんかそれちょっと違うじゃないですか、誰でもやれるもんじゃない。そうですね、うん、今の時代の CG 全盛だと、うん、そのゴラムやってるあの人は、アンディ・サーキス、ダッキングコングとか、もうやたらその手の仕事を取ってるっていうのは、うんうんうん、俺らのあれ分かってくれてるっていうので、やっぱりこう、そうです、次から次から仕事をもらえてるのかな、うん、一緒だと思いますね。うん、全く本当にその CG の中に入るみたいな、はい、感覚だと思うんですよね。もともとリック・ベイカーがよく、昔猿をいっぱい作ってたんですけど、はいはい、グレイストークって映画あるんですよね、はい、ターザンの映画、それとか愛は霧の彼方、シガニウィーバーが出てるやつ、そんな名前だ、はい、そうそれとかもみんな、うんうん、中にゴリラ入ってるゴリラ役の人と一緒なんですよ、うん、ジョン・アレクサンダーって人ですよね。やっぱりその人もリック・ベイカーの推薦なんですよね。猿がうまいっていう、猿の動きがうまいっていう、猿の中に入れるんだったらこいつの人っていう、だからそれと同じで CG の中に入れるんだったらこの人っていうのが、その人のね、やっぱり植田のよく使われるその人でしょうね。もともと76年版のキングコングはリック・ベイカーが、そうなんですよね。だからその時ってまだ確立されてないんですよ、はい、だから一番うまいのは確かにそのスーツを作った人、おまああと本当にいなかったんでしょうね、うん、猿役やれるっていうか、はい、日本はゴジラのいるじゃないですか、はい、ゴジラの中に入る人って歴代に、はい、まああいう形で結構鍛えられてるわけですよね。もともとウルトラマンの土壌もあるし、はい、戦隊ものとかも中に入る人って結構ちゃんと決まってるらしくて、側変わるじゃないですか、はいはい、次から次戦隊ものあるじゃないですか、はい、中入る人は人なんですよね。レッドの人はずっとレッドの中に入って、5、6台やってたりするんですよ、まあ、確かにこれ衰えますから、はい、交代しますけど、ここからここまではこの人っていう、はい、女性の方とかもいるんですよ。さすがに
体のラインも。そうなんですよ。今時やっぱり、ね、そう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 。うん。あのでも毎回スーツは違いますよね。だそういう点で本当中の入る人ってあのまあ本当そういうスーツとかも特殊メイクの一分野だって、でそのすごく重要なんですよね。この間すごい感動したのが、うん、ロブ・ボッティンがお気に入りの、はい、ロバート・ピカードさんという方、はい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 、この方もロバート・ピカードはもうとにかく最初 の、 あのハウリングの時からロブ・ボッティンが特殊メイクをなんていうか多分なんでかお気に入りなんですよね。なんかだからいい顔っていうか使いやすいっていうか、 なんか作りやすいとかそういう感じでやっぱ変身するシーン、ハウリングでお金とかに、まあ、その役とかもそのロバート・ピカードっていう人がやってて、はい、で多分一番有名なのはグレムリン2で最後ね、はい、女グレムリンにこう言い寄られる、求婚される求婚される、あの時のあの人っていうでもインナースペースとかいっぱい出てるんですよね。ジョーダンっていうのは結構お気に入りで、どっちかっていうとだからメイクアップの部分でロブ・ボーティンにやたら呼ばれるっていうか、でハウリングもやったしレジェンドの中 でもやっぱりそういう特殊メイクのキャラクター、緑のやつなんですけどこんな風にやって指の長い、それもやってて、でエクスプローラーズっていうやつでもうなんかこう宇宙エイリアンがいるんですけど、そのエイリアン役もやったりして、もうとにかくでその特殊メイクのキャラクターでやっぱりこう一番最新じゃないですけどそれがトータルリコールで、トータルリコールの中のジョニーキャブっていうタクシーの中にこうロボット入れますよね、はいはいはい、あれがその人なんです。ただロボットの中入ってる、ロボット入ってるわけじゃないんですよ、ね、ずっと、はい、まあメイクアップされてたんですけど、うん、でやっぱりもうとにかくしんどいって、うん、毎回しんどいって、うん、って言ってたらしいんですよ。でもとにかくレジェンドの時には頭の上に蛇乗っけられるし、本物のでそういうあれとかで、エクスプローラーズの時はもう口、鼻と口以外はこう全部マスクなんですけど、はい、ここのところに巨大な目があって、頭の上に目があってメカが頭の上にずっしり乗っかっててでなおかつ顔と口はその人の顔、あ、口ですね、それ貼られちゃって、でも体がもう本当パンパンに貼るような、とにかく人間をとどめてない辛くて辛くてしょうがなかったって言ってて、でまた来たかと思ったのがトータルリコールだったらしいんですよ。今度は何だって、その時に、そうだったら、ロボディが来て、はい、写真をかなり撮って帰っていったっていう、はい、要はその顔だけだ、そのモデルとしてのあれだったっていう、だから楽だったってちゃんとギャラ出るんでしょうね。いいですね、そうやっぱり意味があるんでしょうね、うん、だからでも確かに、うん、ロバート・ピカードはそういう顔してますよね。こういう顔してって言われてこういう顔したっていうこれああこれはいはいはい、やっぱりちゃんとやってます帽子もかぶせられてる。だから本当だ、やっぱりゼロから生まれないんですよね。なんかインスピレーションとか誰かの顔があってジョニー・キャブのああいう、はい、タクシーの運転手のああいう顔が生まれるっていう、面白いっすね、とにかくまあすごいですよ。あとちょっとまだ名前があんまり出てなかったんですけど、トム・サビーニとグレッグ・ニコテロの関係といいますか、トム・サビーニはねもうロメロ映画の常連、初期の頃の、はいはい、まあ、ちょいちょい我々のポッドキャストもいろいろ喋ってもありましたけど、もう今どっちかっていうとグレッグ・ニコテロ弟子の方が大御所ですよね、うん、だからもともとねもう本当にグレッグ・ニコテロとトム・サビーニの関係っていうのは本当にグレッグ・ニコテロが10代の時から、はい、始まってて、でこう
グレグリッコテルのが、最初の頃っていうのは確かグレグリッコテルかな、要は親がやっぱり、はいはい、そういう映画関係の仕事で、でなんかそういう流れでトム・サビーニとなんか知り合ったっていう、まあ、ロメロつながりでもあったみたいなんですけど、もう本当にもともとは全然もう若いアシスタントっていう感じで、うん、で結構メインで始めたのは確か城の餌食が一番、それまではもう本当ちょっと手伝ってるような感じで全然メインではなかったっていうか、城の餌食でやっぱりその KNB っていう、はい、今そのグレグ・ニコテロが所属してるすごい有名な、はい、ハリウッドの特殊メイクコーブなんですけど、そこの KNB のその3人、はい、KNB の K はカルツマンっていう、ロバート・カルツマン、ロバート・カルツマンって言って、はい、で N が、ニコテロ、はい、で、B がハワード・バーガー、はい、いうその3人のあれなんですけど、全員が白の餌食で知り合ってるんで、まあ、知り合ったっていうか、まあ、そこで、うん、白の腹渡2っていうのがあるんですけど、はいはいはい、そこでかなりこう撮影3ヶ月工房で3ヶ月って言って、うん、全員でもアシスタントだったんですよ、うん、マーク・ショーストロムっていう方が白の腹渡2の特殊メイクをやっていて、でそこの工房のアシスタントが3人入ってたんですよね、うん、でやっぱりでもマーク・ショーストロムはその当時結構忙しい人だったんで、うん、まあ、行かないわけですよね現場に、指示だけとりあえず出して、そうです、そうです、うん、それで派遣されたのが3人で、うん、まあ、そこでこう向こうって結構家借りたりしてなんか共同生活するらしいんですよね、はい、うん、現場でやっぱそこでこう共同生活するうちになんかじゃあやる俺らでやろうかっていう感じになったっていうのはあるみたいですね、うん、で、まあ、トム・サビーニっていうのは、うん、まあ、その時代もすごく大御所だったんですけど、はいはい、でもだんだんとやっぱしこう時代が変わって、うんうん、でクリプショー2っていう映画で、はい、まあ、最初1はクリプショーの1はトム・サビーニが全部やってるんですけど、うんうん、で2って多分予算がなかったんだと思うんですよね、うん、でトム・サビーニに頼めなかったっていうか申し訳なくて、うん、でじゃあトム・サビーニのアシスタントに頼もうってそれがグレッグ・ニコテロとか、うん、そのあたりのメンバーだったっていうことですね、でそれがやっぱり KNB とか の結成っていうかにつながっていて、僕俺が知る限りは多分 KNB を結成する前なんですけど、うん、クリプショー2はでやっぱそのあたりで独立したっていうか、まあ、初めて自分たちで動くわけですよね、うんうん、自分たちで仕事を受けたっていう、はい、そういう感じですかね、うんうんうん、ね、2のイカダっていうエピソードも最高に面白いですけどね、面白いよね、やっぱ脚本の力っていうか、はい、うん、まあ本当特殊メイクもシンプルなんだけど、はい、すごく効果的なやり方っていうか、うん、面白い、うん、まあ、後にこの3人が、ね、あれですよね、フロムタスクティルドーンを企画して作ったっていう、すごいですね、うん、で今あれですよね、グレッグ・ニコテロからトム・サビーニが、うん、仕事もらってるって感じですね立ち逆転結局タランティーノと、はい、KNB がすごいつながりがあって、はいはい、キルビルとかでも出てましたもんね、でフロムタスクティルドーンも、うん、やあれもグレッKNB が、はい、特殊メイクやっていて、でやっぱそのつながりでトム・サビーニが出てましたね、カシャーンって感じのやつがやってたってことなんですよね、でまたそういう感じでこうグレッグ・ニコテルは常にトム・サビーニを押すという、この役はどうだって、この役はじゃあトムはどうだっていうのが今のグレッグ・ニコテルで、でそのつながりで結構トム・サビーニは俳優として出てきてるっていう、だからトム・サビーニが俳優として出てる場合はその裏にグレッグ・ニコテロがいる可能性はかなり高いですね、グレッグ、いや、いい俳優ですけどね、僕も大好きですけど、うん、昔から、
キャラありますからね、トムサビって。一発で覚える顔してますね。そうですよね。イタリア系というか、うん、でコミカルな顔してますよね。だから俳優としての力って本当にあると思うんですよね。監督としての力なかったですよね。何でしたっけ、ナイト・オブ・ザ・リミックネット新しい90年なんとか創世なきみたいな回でね、日本の放題ではありましたけどね。あれでも誰も語らないって、あれは本当に語らないんですよ。いや、すいません、僕 DVD こっそり持ってます。あ、そう、あの、語れゾンビやった時もその話がやっぱり出ない。あ、出ない。誰も出ない。あれ、あれ、そう、もう記憶から記憶が消してるんです、ね、そうそうそう、みんなだから、うん、なんかやっぱりあのああいう知らない時期とか、うん、ゾンビじゃないですか、うん、でそういうこうでデモンズとか、うん、治療の腹渡とか発生するんですけど、やっぱりあの90年のリターンオブザリあれがリターンじゃなくてナイトオブザリミングデッドは出ないですね。だから多分何にも引っかかんないからなんだと思うんですよね。見たことそれももうちょっと忘れてるぐらいな。見てるかどうかもわかんないですけどね。俺も見てないですし。いや、僕好きですよ。あ、そうですか。あ、僕は見どころはあのショートヘアの女の子が大好きなんで、主人公がショートヘアになっただけ で、 そうですよ、ね、もうプラス2億点。全然ゾンビじゃない。ただメイクは結構ね頑張ってる、ね、そこはもうね自分が一番得意です、うん、あのメイク、あの映画そのナイト・オブ・ザ・リビング・デッド90年のメイクのちょっと新しいところはあの CG でデザインしたんですよ、初めて僕が知る限り、あの時代まだ90年だから、はい、もう全然まだ Mac とかもギリギリで、うんうん、特殊メイクの業界の中であのそうやって CG をのフォトショップみたいなのを使ってあのゾンビをデザインしてたっていうのはあの そこの工房だけなんですよ。もともとのやっぱ白目原餌食の時のトム・サビーのアシスタントのエベレット・バーレルと、うん、あのジョン・バルチっていう人が2人いて、その2人があの設立した工房があって、それはKNBとまた違くて、まあ、要するにそういう意味ではあの白目餌食っていうの時のトム・サビーのアシスタントは2つの会社に分かれたってことですね。一つがオプティックナーブで、一つがあの KNB、はい、でさっきの、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを、はい、あのメイクをやったのはこのオプティックナーブのものなんですね。でやっぱその時のメイクっていうのはやっぱゾンビのメイクなんですけど、こうゾンビって痩せ細ってるじゃないですか、はい、でそうすると顔が小さく なるはずだっていうことで、耳を大きくしたんですよ。お、逆転の発想で、だ耳に大きい耳にして、はいはい、顔を小さく見せるっていうことをやったんですよね。なんか そういうこう面白い錯覚ですね。耳はだから普通の耳ですよ、そういう意味では、うんうんうん、おワンサイズ大きくしたっていうやり方とかしたりして、まあ面白い逆転取ってる、ね、だから結構だから毎回ゾンビ一個ゾンビっていうデザインでも、はい、デザインとか考えやり方でもアイデアっていうか、うん、前にやんなかったアイデアをちょっとずつ加えて、うん、よりリアルによりかっこよくっていうのをやるのがやっぱりなんか特殊メイクの歴史なんですよね、うん、だからゾンビって本当一個じゃないんですよね、うん、どんどんやっぱり進化してるっていうか、うんうん、トム・サビーニがなかったらその派生もしなかったでしょう、うん、そうですよね。だトム・サビーニがやっぱりあの80年代の前半すごかったっていうのは、うん、やっぱりそれも才能がやっぱりこうギラギラして、うん、一番、うん、やりたいことをやれば全部輝くっていう、うん、まあ、13日の金曜日とかもやってましたし、ね、やっぱりそれはあの時代すごいですよ、うん、あのトム・サビーニの、 あのなんていうかアイデアですよね、うん、あの矢がこう刺せるやつあるじゃないですか、はい、でもあれってトム・サビーニのアイデアなんですよね。でもみんな今知ってるじゃないですか、子供ですらなんかそういうあのおもちゃとかあるらしいですよね、はいはい、刺さる刺さるこういうなんか、だからでもそういうふうな部分のアイデアを考えたのがトム・サビーニなんだっていう部分とかがあんま知られてないっていう、だって13日金曜日ってそういう点でアイデアがいっぱいあるんですよね、面白いアイデアっていうか、多分動画で多分ファンゴリアンのなんかビデオ特典みたいなやつで、うん、トムサビニ特集ってやつ、 あれはあれなんですよ、特典っていうかもう完全にあれ売ってるやつでしたっけ、あの昔あの時代ってビデオマガジンって、はい、 はい、ありまして、まあビデオが出てきて、うん、VHS、はいはい、なんか雑誌からビデオの雑誌みたいな考え方があって、はいはい、その時のファンゴリアが3、4本しか出してないんですけど、結果的には、はい、その中に
第1弾かなんかですね。そうですね。第1弾がトムサビ特集で、あれは面白いですね。うん、あのもう本当何度見たかって返さなきゃなんないのが辛くて、あの時の本当借りたけどな。あれでしたっけ、奥さんに弾着つけてあのバーンって打つって、テストでねとかそういう。奥さんにつけるんですね。もう奥さんも娘もいっぱいで楽しそうな顔やられて、いろいろこう角取られたりなんなりしてますよね。でもあれだけあのね、人を怖がらせる男なのに、うん、クリープショーのゴキブリのシーンだけは嫌がってたって。あ、そう、もうだからやっぱり虫はもう全部アシスタントにやらせて、へ、うん、苦手なんですね。苦手。あ、でもやっぱり本物苦手な人は多いですよね。僕も本物はやっぱり苦手ですよね。今の結構本物内臓、あの、うんうん、そういうスプラッター的な特殊メイクで、はい、やっぱりどうしても内臓って、うん、あの本物使わざるを得ないところがあって、あ、動物の動物の、そう、豚とかのですね、うん、でもそれなんかもやっぱちょっと足震えますよね、うん、慣れないですね。なんか持つだと思えば別に美味しそう、持つは持つですね、持つはちゃんと食べ物のところから買ってるんですけど、うん、でもなんかこうやっぱこう咲いたり、うん、あとあれも匂いもね、あ、でもね、あのあれ、あの匂いするのは大腸なんですよ。そうなんだ。あの小腸は匂わないんですよ。だからやっぱりあえて小腸を使うんです。へえ。なんかあの白石浩二さんという映画監督の方が、はいはい、グロテスクという映画で、はい、あれは腸を使ったらしくて、助、はい、官の人に、うん、絶対臭くなるから、うん、もう冷凍したりとか、うん、いろいろやっといてくれよって言ったら、うん、なんかもう3日前ぐらいにスタジオにボーンと出たらしくて、うん、ものすごく臭かったんですって、やっぱ、はいはい、ものすごく臭い中で、あのやって大変だったんです。夏だったしさ。いやだからやっぱり、本当に大腸臭いんですよ。あの大腸だったんだ。大腸を置いとくと、もう部屋の中はその匂いで充満しちゃう。うん、あ、じゃあ大腸だったんだ。大腸ですよね。でやっぱりこう内臓っていうと何でもあると思うじゃないですか。はいはい、そうすると、あのこうレバーがあって、はい、とか全部揃えちゃうんですよね。で、それをこう置くのが、はい、あのまあ、本物的な、はい、なはずだと思うんですけど、でも実際豚のレバーとかでかすぎるし、はい、もうずっしりなんですよ、はい、こんな感じのこんなわけないっていう。でその大腸も大腸な、腸っぽくないんですよ、はい、なで一番腸っぽいのは小腸なんですよ。うーん、だからそうするとやっぱり小腸を使うべきなんですよね。あの見た目が大事じゃないですか。あのそこに本当にあるかどうかじゃなくて、ポサポサの映画的リアリティの方を取る。そうそうそう、ただあの内臓っていうと全部内臓だと思うから、うんうん、大腸も一緒に入れちゃうんだけど、でも大腸を入れる理由は僕はないと思うんですね。大腸小腸問題があるというすごいでも面白いお話です。ええええええ、まあね、この実製作でもしやる方がいれば絶対大腸入れちゃダメだ、ね、小腸だけを3キロ3キロぐらい買えば。でも肉屋も小腸くださいって、ああこの子みたいな。あ、出た。ただ食べるのは大腸なんですよ。いや本当にあのよくもつ煮込みであるじゃないですか、はいはい、あの匂いあるじゃないですか、はい、あれは大腸の匂いです。大腸の匂いです。だからやっぱ歯応えがいいんです。いや本当にすいません、うちグルメポッドキャストで美味しい焼き豚屋さんの、ね、教えるやっぱり大腸の方が肉厚なんですよ。あの美味しそうな美味しそうな顔です。いや匂いひどいっすよ。だからあの全くだから臭み取ってない匂いだから、ストレートだから、あの切ってないから、こんなね、あのやるともう本当すごい匂いですね。やっぱ生の食材とかはちょっと本当に撮影でやるとみんなおっかなびっくり扱いますよね。うん、僕 AV の現場でドラマもんでエビチリ使うっつって、はい、朝助監がエビチリを頼んで、はい、冷凍かなんかをやっぱし忘れて、はい、どんどんそのエビチリが変な匂いになってきて、はい、もうエビくせえよみたいな感じで怒られだしてで僕それエビチリは配置から離れてたんで僕はなんとか怒られずに済んだんですけど、はい、エビチリ担当した人がすごい沈んだ顔になっちゃってもう大変でしたね。いやそれってあのまあ変な話だけど小便とかもそうだよね。ああそうですね、お仕事とかね、やっぱりこうその本物もあるけどでもね、でも現実ね、お茶でいいじゃんっていう。お茶をまあチューブに通してピューって面白い。本物志向の人も結構監督ではいるんだよね。やれんなら本物でみたいな。いやでもそうかなと思う。
それは、ちょっと難しいとか言ったらリアリズムってのあるから、でも本当監督さんって本物使いたがるっていうか、ちょっと前に聞いたのは、愛の無知じゃなくてなんか、なんだっけな、あの壇蜜さんが出たやつ、SM のなんかやつなんですけど、それもかなり本気で当ててたみたいですね。ブツシーンを。だから本当気絶するかと思ったって俳優さん言ってましたけどね。だからやっぱり当てる主義の人いるわけですよ、本当に殴ってみたいな感じのフルコンタクトの方がいいと。でもまあ監督からするとそれやっぱりそういう絵って違うんでしょうね。やっぱ違うんじゃないですかね、だからそれは監督の視点っていうのは分かる気がするんですよね。ただ技術者からするとすごい問題があるじゃないですか、現実的なその信仰的な問題もあるし、それによるなんかじゃあどうするのみたいなところが生じるっていうか、もうね、耳ずばれができちゃって、そうそうそう、戻せるか前のシーン撮れないよみたいになっちゃいますもんね。テイク2以降どうするのみたいな、そう治るんだろうかとかね、ありますね、いろいろそういうの。だから狩猟の餌食の時もやっぱりあのその豚の内臓が使っ、あのローズ体がこう、腹真ん中でこう真っ二つになって、あのまあ、バブが撃つ後ですよね、撃った後に、まあ、こうゾンビに全部引き裂かれちゃって、で死ぬっていうあるんですけど、まあ、その時 あのやっぱ腸も、あの豚の腸でやっぱやってたみたいなんですけど、ただしそうです、あれクリスマスシーズン前でしたっけ、なんかそんな感じで冷蔵庫の電気が入ってなかったとかで、そうなんだ、完全にあの匂いが腐ってたみたいで、であのそのロイズ隊の俳優さん、ジョセフ・ピラトが、あのメイキングのシーンでは、はい、あのガスマスクしてるんですよ、臭すぎて臭すぎてこういうやつ、あ、強力なやつですね、こういうやつをつけてるわけですよ、はいはい、だからやっぱりあれ見る限りはうわこれは本当なんだなっていう、だから本当にさっき言った小腸って、絶対そこまで匂いにならないはずなんですよ、小腸だけ使ってる限りは、はい、でも大腸の方が、その、傷んだら、その匂いは凄まじいと思いますね。臭いってレベルじゃねえぞ。臭いってレベルじゃないと思う。あの、もう本当に、俺も吐きそうになる。あの、それと、カビキラーを合わせた時の匂いが。本当すごい。カビキラー？カビキラー、あのカビキラーって食紅を取るちょっとあるんですよ。へぇー。あの、要は血のりって食紅を混ぜて作ったりする時なんで、はいはいはい、で、手って結構、あの、ひっついちゃうというか、あの染み込んじゃうんですよ、紅生姜状態になっちゃうんですよ、手がはあ染めた感じ、染めた感じ染み込んじゃって、洗ってももう 赤が残るんですよ、ただあの1時間もすれば消えていくんですけど、スーってなんか内側に入っていくんだが、怖いっすね、いや、まあ、俺でも多分大丈夫なんだと思うんですよ、あのなんていうか食べ物だし、あそうそう食べ物だし、そんなに悪いもんではないと思うんですけど、カビキラーでちょっと取れるんですよね、ただカビキラーも臭いんですよ、あのなんだっけ、あの混ぜちゃいけないのあるじゃないですか、塩素系、塩素系のあの匂いですよね、はい、あれと、ね、その腸の匂いが合体してなった時には俺もクラクラしてその腸触ってて、どっからこのあれ混ざっちゃったんだろうね、多分なんていうの、その掃除する時に使ってまたそれ戻したんだろうなと思って、またこれ使うのかみたいなね、あれは辛かったですね。象徴使うべきですね、はい、なんかゾンビ映画の人はよくです、うん、サトシさんも一緒くたに入れないっていう、はい、あれもこれもって混ぜちゃうと、そうそう、実際にはあの内臓っていうのはいろんな内臓部分があるんだと思うんですけど、はい、でも現実的に内臓って言って一般的なのはやってか、あのこう典型的に内臓として見えるの、絵面的には小腸だけっていうことですね、はい、ただ食べるのは大腸そこ強く大腸みたいな感じですね、じゃあちょっとラストですね、はい、スタン・ウィンストンについて、うん、ちょっといろんなさっきあのニック・スミスとかリック・ベーカーロブ・モッティンとか話出てたんですけど、うん、はい、スタン・ウィンストン、はい、スタン・ウィンストンあれですよね、もうちょっと前亡くなった、はい、そうですね、はい、多分今はもうリック・ベイガーを超えたぐらいのネームだと思うんですよね、はい、こうスタン・ウィストンって80年代はそんなに、はい、あのやっぱりリック・ベイガーとかロボティの方が
はいはいはい、あれでなんか3番手感だったんですね、はい、キャメロン組の人ぐらいな。ただキャメロンもまだキャメロン若いじゃないですか、はい、でもターミネーターから来るわけじゃないですか、はい、でもターミネーターも84年5年なんですよね、はい、でまあ、エイリアン2が86年なんですけど、はい、まあ、その両方ともスターミストンが担当してるんですよね、ジェームズ・キャメロンの、はい、ただその前にやっぱりロブ・ボーティンとかリック・ベーカーとかディック・スミスが、うん、やっぱり特殊メイクってものを引っ張ってたんで、はい、スターミストンってまあ、俺その時の当時の自分の視点からすると、まあ、3番手4番手ぐらいの感じだったんですよね、はい、やっぱりでスティーブ・ジョンソンとかフライトナイトとかゴーストバスターズとかの方もいたんで、もこうそんなに売れてなかったっていうか、うん、まあ、売れてたことは売れてたんですけど、今はもっとただちょっと主流じゃなかったっていう感じがあったんですね、うん、ただ他の人たちとスタンストンの違いっていうのは、はい、さっきみたいに特殊メイクアップってすごい個人的な工房っていうか、はい、うん、本当はアーティストが1人いてアシスタントが 2,3 人とか、まあ、それでも5人とかその大きい流れは変わらなかったんですよね、うん、だから作家性っていうのがあったんですよ、うん、やっぱロブ・ボーティンスタイルとか、うん、ディック・スミスタイルとかリック・ベーカースタイルって明らかにシワとか作ったものを見るとこれは誰々の作品だって分かるぐらい明確な個性がそのメイクアップにあったんですよ、うん、けどスタンウィストンっていうのはこうチームワークで、うん、造形物を作るっていうことを、うん、やっぱりこう自分の、オリジナリティっていうかのにしたみたいで、うん、アシスタント5人若手5人をチームとして結成して、うん、その時に当時にウィンストンギャングって、うん、言われてたんですけどその、まあ、その後にやっぱその人たちもみんな独立するんですけど、うん、その5人もでもまあ、2人ぐらい残って今もいるのかな、うん、でもアマルガメーテとダイナミクスっていうプレデーターの今のエイリアン対プレデーターとかあれもすごくやっぱり、うん、KNB と同じですごい大きい有名なところなんですけど、うん、まあ、その5人の中の2人ぐらいが2人が独立したのがそこなんですけど、うん、まあ、そういう形でメンバーとして5人がいて、でその5人でいろいろアイディアとか出し合って一つの問題が起こった時に5人で解決する、うん、1人で解決するんじゃない、1人が引っ張るんじゃない、うん、全員5人が平等でこう話し合って、でその時に、まあ、そういうふうなシステムをスタンウィストンさんはどうやらやっぱりこう薄々そういう方向に行くんだろうっていうのを感じたんでしょうね、うん、要はこれから仕事の規模はでかくなるはずだ、あ、はいはいはい、その時に俺が一人だけで引っ張ってたら、うん、できる仕事の量は限られる、その時にこういう風なチームみたいなもので当たれたらば自分が関わらなくてもクオリティの高い仕事ができるんじゃないかっていう、うん、そのクオリティの高い仕事をどう作るかっていうやり方ではスタンウィストンさんのその考え方はやっぱり当時としてはその新しいっていうか、うん、でも結果的にそのジュラシックパークあたりでスタンウィストンとターミネーター2がその前にあるんですけど、うん、その時にすでにもうすごい規模なわけですね、うんうん、ものすごい300個ぐらい造形物があるターミネーター2の時なんですけど、でもそれを超えてるわけですよ、ジュラシックパークになると、うん、恐竜の数とか作り物の数っていうのは、その時にはやっぱり誰々のアーティストがその個性とかで引っ張ってても絶対無理なわけですよ、うん、なんていうか、いかにスタンウィストンさんが才能あっても、うん、もうそのクオリティの高いの全部自分で作ってたらば作れないわけですよね、うん、数がそんだけ増えちゃうと。そうっすよね。でその時でもそういう時代だったんですよ、80年代って、うん、まだ80年代前半特に、うん、でもスタンウィストンさんはやっぱりこれからでかくなる規模に対応するためにチームワークでそういう仕事に当たらせて、できるだけこのなんていうか一人で本当にダメでも5人なら絶対に形になる、なんか問題は絶対に解決するはずだっていう考え方でどんどん作業を始めるっていうか作業してもらうような形になったんですよね。でスタンウィストンさんも監督業の方行きたい、監督をしたかったらしくて、うん、でパンプキンヘッドっていう映画を監督した時に
あの自分が監督をやってその5人に造形の作品を仕事を丸投げしたんですよ、ね、でその時はスタンウィストンはもう本当に監督としてしか関わらない、うん、だら全部要求を言うだけっていう、うん、でデザインとかもう全てを全部若手にやるだシミュレーションですよねこれは一緒に、お前らでやるんだってできるかいできるかいって感じでだそのやることをやってまあ、チームワークを広げるやり方じゃあ5人を6人にし6人を7人にしっていう感じでどん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 増やしていくっていうのを多分頭の中で考えたんだと思いますよね。どうやってだ育てるってことですよね、はい、だからちょっと大規模化するじゃないですか、うん、5人がさらにこう 5人のチームがさらにいっぱいできればいいわけじゃないですか、はい、でそれがそう一つ一つの問題に対してやれば、うん、たくさんの問題も対応できるじゃないですか、うん、はいはい、5人1チームみたいな、だそんな感じでやっぱりちょっとスタンウィストンさんのやり方っていうのは他の人たち他のアーティストさんたち違くて、で結果的にどんどん規模が拡大していく中でやっぱりスタンウィストンが勝っていくっていうかどんどんそれに対応していくのは、うん、対応してこう仕事を取っていくのはやっぱ明らかにそのシステムがどんどん時代に合っていってるんですよね、うん、リック・ベイカーさんはやっぱり質は高いんですけどやっぱりウルフマンとか、うん、そのメイクアップとかすごく小さいことに対する対応はすごいできるんですけど、多分それは自分で作ってるからと思うんですよ。で、やっぱスタンウィストンさんはもう作らない、自分では触らないっていう、でいかにやらせるクオリティの高い仕事をスタッフにやら自分が関わらない中で作らせるかっていうところでなんかシステムを開発しようとしたみたいなんですよね。でそれによってターミネーター2とかジュラシックパークのああいうもうどこ見ても質がちゃんと高いっていう、本来ありえないんですよね、絶対波が生まれるはずなんですよ、はいはい、この人が作ったところはそうでもなくてこの人はやたらよくできてるっていうのが生まれるはずなんですけど、そこを完全にどこ見てもスタンウィストン色っていうのをやっぱ作り上げたのがスタンウィストンさんの力で、で今逆にCG の時代になってなんか そのやり方が一般化してるっていうか、うん、そういう考え方みたいになって、だ個性の時代ではなくなっちゃいましたよね、うん、昔はもっと作品そのものが個性があって、うん、見れば本当に誰が作ったのかっていうのは、うん、シワとか見れば分かったんですけど、うん、今もすごくこう分散しちゃってるっていうか、うん、ただその分クオリティの高い仕事がこう全体に増える、大量に増えて、うん、やってるっていう感じがありますね、うん、で不思議なことにそのディック・スミス、リック・ベイカー、ロブ・ボッティンってこう指定関係、弟子筋ですよね、うんうん、スタン・ウィンストンって、はい、全くその辺ってどこから来たのかってことですよね不明ってことですよね、どこが誰から学んだのかとか、どうやってその技術を身につけたのかっていうふうに部分がいろいろこう本とか読んでても、はい、やっぱいまいちちょっと見えづらいところがあって、なんか確かにそのこう、まあ、一人いるみたいなんですけど、うん、ディズニー の時になんかちょっと教えてもらったみたいな人がいるはずなんですけど、うん、ただやっぱり、その何かが道をやってくるっていう映画があるんですけど、うん、ディズニーの、はい、あんま当たんなかった映画なのかもしれないですけどその映画でやっぱりその師匠みたいな人の、まあ、師匠なんだか分かんないですけどね、ただもう なんかその人の仕事からの依頼で何か作ったみたいな、ただそれってその人って完全にメイクアップの人で、ああいうこうやっぱりメカ系のこうクリーチャー系のものっていう風なものをもうスタンウィストンってすごい初期の頃からどっちかというとモンスターの方、メイクアップより怪物の方を作ってて、うん、そういうこう技術みたいな部分は本当やっぱ独学なのかもしれないなっていう、うん、でも独学で の時代にそこまで行きつけたっていうのはちょっと考えられないんですよね、そのぐらい何もない時代、はい、情報もなければ何もない時代で、でトム・サビーニがクリプショーでフラッフィーってこうケムクジャラの怪物が出てくるの木の箱に木の箱の中に、あれで
まあ、こういうあの怪物を作るときにマスクでこう機械仕掛けの顔こう表情を動かすために、はい、あれはメカを作らなきゃならない、はい、でもそれまではトムサミでメイクしかやったことなかったんですよ、はいはいはい、うん、全部メイクでゾンビとか、うん、あの13日記念日やったんですけど、うん、あの時に初めてそういう怪物を、うん、そのメカニカルクリーチャーでやらなきゃならないっていう、はい、まあ、なんか今でいうアニマトロニクスみたいなのものをやらなきゃならない時に、はい、まあ、どうしたらいいかって考えたトム・サビニはロブ・ボーティンに電話かけたんです。だから結局教えてくれって言って、だからそういう風なやっぱりどうしたってゼロからは無理なんですよね。作れるかって言ったら作れないっていう、だからそのでロブ・ボーティンやっぱ親切に全部教えてくれたっていうん でそういう感じであのやっぱりそういうメカの技術がそこで生まれて、はい、資料の餌食になると結構メカが動かしたりしてるんですよね。それ以前は本当にメイクでしかやったことなかったんで、うん、ものすごく技術的にはあの小さ、はい、そんなにあの複雑なもんではなかったんですけど、だからスタン・ウィストンは本当にもしかしたらだからそういうのは天才というのかもしれないですけど、あのなんていうか全部やっぱ実験でやんなきゃなんないんですよ。あのな今も自分もそうなんですけど、もう例えば誰か師匠がいるなら聞きゃいいわけですよ、はいはい、電話かけて、はい、で それで分かるならそれはいいわけですよ、はい、でもそういう人がいなくてなんか前人未到のとこ行くとしますよね、はい、どうしたらいいかって実験するしかないじゃないですかやってみるしかないじゃないですか、はい、だからそのやってみてどん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 ああなったのかっていうあれはだとしたらばやっぱりすごいなと、まあ、そういう人もやっぱりいるんだなという気がしますね。ちょっとだからスタン・ウィストンさんはそのあの時代 その有名なあの工房の中ではやっぱり独自な、でまたスタン・ウィストンさんも哲学の人なんですよね。さっき言った技術の部分じゃなくて5人で仕事を与えらせるとかそういうことの考え方ですよね。あり方を、あり方、そうどうやって人を動かすかとか、どうやったらあのよりアーティストが育つかとか、で本当にあの100人規模の造形アーティストをコントロールするのはどうしたらいいのかっていう、全員がこう喧嘩しないでみんなが楽しくやって、そういうふうな時代が来た時に自分は一体何どうやってやったらいいのかっていうのをやっぱり着実に作った人がスタン・ウィストンさんですよね。誰よりも、まあ、後にそれをリック・ベカーが逆に真似る感じですよね。その要は大規模化系化みたいなのやり方をっていう、だから本当にあの80年代にあのじりじりでしたけど明らかにディック・スミスさんとかリック・ベイカーさんとかの時代のやり方からスタン・ウィストンさんの時代にこう10年ぐらいかけて移行したことは間違いないですね。スタン・ウィストンですごい驚いたのが物体 X にちょっと関わってたっていうのを全く知らなかったんですよ。あの最初の、うん、最初の方 の、はい、あの犬がこうブルブルブルってなって変身するシーンの、はいはいはい、あれ全部スタン・ウィストンさんの作品なんですよねで、あとそれ以外は全部ロブ・ボーティンが管理してるんですけど、あのシーンだけは丸投げなんですよ。完全にスタン・ウィストンを信用してあのロブ・ボーティンは、まあ、もしスタン・ウィストンがあの受けなかったら、はい、ロブ・ボーティンはあのシーンなくす気だったらしいんです。あの犬のシーンはスタン・ウィストンさんが受けなかったらなかった。だから そこであのもうそのぐらい限界だったんですよね、ロブ・ボーティンは。あのもう仕事がいっぱいで、あの人も作家の人だから多分全部手入れる人だから、だから宮崎駿さん的だったわけですよ。だからそうするとだんだん気が狂ってきて最後は病院入っちゃったんですよ本当に。で、まあ、あのデザインが全部できてたんで、いなくても大丈夫だったら、だから最後の方なんですけど、あのロブボーディが入院しちゃったのは、やっぱりあのそういうことになるわけですよ。本当に宮崎さんってなんで倒れないんでしょうね、あのやり方しててでもものすごいなんていうんですかね、バイタリティというかですよね。ありますよね、まあ、だからまず倒れないじゃないですか。何よりも病気って聞かないですよね。そうですね、タバコもねバカすかって言ってるのに、まず宮崎さんが最後入院しますよね、あのやり方してたら。昔の人は頑丈だったのかよくわかんないですけど、まあ、でもそれっぽいなんか匂いしますよねあの小松作業とか頑丈そう、あそうです、ね、頑丈そう。なんか宮崎駿のエピソードでなんか面白かったのは、鈴木敏夫がなんかこうちょっと気に障るようなことを言った時に、持ってたアニメージュを
手で引きちぎったすごい分厚いな無言で破りそう何も別に口で言う人じゃないなんかのドキュメンタリー見たんですよねそれ、あったかな、うん、あでもその二人の関係性も、うん、あの宮崎さんと鈴木さんの関係も非常になんか哲学的ですよね、うん、クリエイティブを語るときにどうしてもあの上手い下手じゃなくて、うん、そのやっぱり 1+1 が5になるとか10になるっていうのがクリエイティブだったりすると思うんですよ。だその時ってどうしても人間的なつながりって どっかで哲学的な部分がお互いにあるからその不止まりじゃないですけど維持できるんですよね。例えば宮崎さんには宮崎さんの哲学がありクリエイティブので鈴木さんには鈴木さんのクリエイティブの哲学があると思うんですよ。それがやっぱりぶつかり合ってどっかしらでこうあのなんていうか折り合いがつくから形になってるんで、うん、どうしてもあのそういう多くの人数でなんか一個のものを作るとかっていう時はやっぱりそういう人間関係上 あのいろんな考え方のとか、うん、どうこうなったらどうしたらいいかみたいな戦略的な考え方とかがすごい重要になったりしますよね、うんうん。まあ、ちょっとさっきの話ですけどその物体 X でスタンウィンストンが関わったのに、うんはい、でもそれはもうロボボッティングの仕事だからっていうのを、うんはいはい、そのクレジットの名前を載せるの断ってたっていう。そうですね。本来だったらばもうあの、まあ、普通の監修的な部分で映画の監修では、はい、明らかにあのあエディショナルあのスペシャル、はい、あのメイキアップ誰々っていうクレジットなんですけど、はい、あの有世界の物体 X に関してはあのスタンウィストンはあのこれはもうロブボティ の仕事だから、うん、ショーだから、うん、自分はスペシャルサンクトゥーでいいこのエピソード聞くとすごいいい人なのかなと思って。いやいい人ですよ。だからみんな人がついていくのかなって。いや俺もあのまた聞きですけど、はい、あの要はあの僕 その18歳ぐらいにやったあの、はい、仕事がやっぱアシスタントでやった仕事があって、うん、その時についた人があのスタンウィストンのアシスタントだ。スタンウィストンのアシスタントをやった人だったんですよ。リバイアさんとか、はいはいはい、やっぱりその人からスタンウィストンの話いろいろ聞いて、うん、やっぱりすごくいい人ですよ明らかに、うん、でも本当にそういう、まあ、リック・ベイカーでも絶対いい人なんですよね、まあまあまあ、あなんか聞いたらその何でしたっけディック・スミスとかが、はい、なんか新しい技術を、はい、もうなんかゲットしたら、うん、全員にこう提供するっていうかこんなの、そうですね、こんなのできたよみたいな。そうそうこの接着剤があるんですけど、はい、あのクロスエイドっていう、はい、これなんかも、はい、もともそれまではスピリッツガムっていう、はい、あのニカワっていうのが成分のもっとこう、まあ、東京温泉も売ってるやつあるんですけどそれってあのやっぱりそんなに肌に良くないんですね。もともとでも多分すごい長い間、うん、多分映画も始まった頃とか下手すればもっと舞台の、はいはいはい、映画がまだない時代からあったような材料でそれがスピリッツガムっていう接着剤があったんですよ肌用の、うん、で今もそれはあの東京温泉売ってるぐらいでやっぱ疲れてるから疲れてるんですけど、うんうんうん、ただ、そのに取って代わる接着剤をディック・スミスさんが探したんですよね、はい、それがこのプロスエイドっていう接着剤 でやっぱりディック・スミスさんはやっぱこういうの見つかるとみんなに提供するんですよ。いいぞとこれを使えって言ってこれあのちょっと AV でも使うときがある。あこれもあの医療用接着剤なんで非常に肌に優しい。へえ、うん、そういうやつ。ただ本当に手術に使ってるか分かんないですけどね。ただ医療用接着剤って体にその優しいというのはう、ね、聞いて、うんうんうん、なんかの今すごく遊びでおちんちんをつけたりするときとかに、はいはい、なんかこう、まあ、SFAV みたいな感じに、はいはい、やっぱこれ人体大丈夫だからってんで、うんうんうん、男の人とかにこうつけてもらう、はいはい結構強力ですよね。ちゃんとあの圧着っていうか、はい、こっち乾かしてこっち乾かしてバンってつけるともうすごい強力にしますね。でなんかリムーバーみたいなのありましたね。それでさらっと取れますしね。だやっぱりあのそういうふうなあの材料ってこうずっとこの材料があったわけじゃなくて、はい、どっかで誰かが探してくるのっていう感じなんですよね。誰が開発するとか、はい、やっぱそれをあのハリウッドってやっぱすごいなと思うのは、まあ、今シリコンの技術、はい、シリコンゴムの技術がすごい発達していて今なんかもやっぱりそうやって一個ができるとあのこうやっぱそれが知れ渡るんですよ、ね、でみんなでそれを共有するっていう感じであの本当だからやっぱディック・スミスさんの哲学なんでしょうね。それが今もある意味でそのオープンさに
だから本当もしディック・スミスさんがそうやってオープンじゃなかったらもっと誰かが独占してますよね。あの造形工房のパテントみたいな感じで、はいはい、門外不出みたいな感じでやってると思うんですよ、うん、でそれって実際にハリウッド昔そうだったわけで、はい、簡単にはそのメイクの材料のあれを出さなかった、はい、でもディック・スミスさん以降はもうそこはオープンにして争うのはクリエイティブだって、はい、技術じゃん、そんな何使ってるかじゃないでしょっていうふうにしたで、そうデザインをすることだと、だからデザイン言うんですよね、デザインこそが全てであってそれがどう作られたかを争っちゃいけないっていう、なんか綺麗にまとまった感じで今、ね、どうですか。ありがとうございます。ね、ちょっと今回ねアカデミックな、うん、はいね、話になったという、そうですね、たまにこういう、はい、ちょっと真面目な感じのやつをやってみたんですけど、ね、助かります。すいません、お忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。